皆様、今日おいでくださいました。ありがとうございました。今日のシェフは、麻布十番のラコメータのシェフ、鮎田明アンドレアさんでございます。私の中では、もう彼は、イタリア料理界見回しても、まあ、唯一のサラブレッドという感じがしておりまして、で、サラブレッドっていうと、簡単にできてるような感じがするけれど、お話を聞きまして、いやー、そうか、というので、大変に感じ入った次第でございます。はい、それでは、あゆたさん、あゆたシェフ、お願いします。あ、どうも。はい。本日はよろしくお願いいたします。ボナセーラ。今日は、皆様、ありがとうございます。長本さんも本当に、こういうふうに、まあ、料理人として、まあ、語れる、機会を作っていただいて、本当に感謝してます。本日は皆様よろしくお願いいたします。じゃあ、始めてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい。私の名前は、鮎田アンドレア・アキラ、でございます。アキラなんですけれども、火に光でアキラって書きまして、私の父方の故郷が栃木の日光の、近くなので、まあ、日光と栃木を忘れないでほしいっていうふうな意味で、火に光アキラっていう、名前になりました。あとは、なんか朝早く生まれたっていうので、アキラっていう、なんか、どっちかわからないですけども、一応、そういうふうな意味で、アキラっていう名前がついてます。本日はよろしくお願いいたします。なんだっけ。パンティ。アバンティ、スクーザ、アバンティ、グラッツ。私の、ファミリーなんですけれども、左から説明しますと、私の3個上の、兄、アイタ・ルカなんですが、食材の輸入の営業をやってます。で、日々、一緒に食材についてあったりとか、料理に語り合う、本当に重要なパートナーです。本当に、私を一番、理解してる、人間であっても過言ではないですね。はい。それで次が私の父なんですけれども、相田淳二で、ラコメーターのオーナーシェフをやってます。まあ、私の、まあ、基本的には、ラコメーターの厨房には私が立ってるんですけれども、何か料理で困った質問だったりとか手伝ってほしいときにはいつも来ていただいて今でも厨房に立っている現役の、シェフで、まあ、シェフです。で、あと最後が私の母なんですけれども、あえてはカルメリータで、レストランではいつも、マダムとしてお客様に接客してます。本当にお母さん目当てで、来られるお客様も多くて、本当に、お店をですね、明るい雰囲気にさせていた、させてもらえる、重要な、人です。もう本当に、いつも感謝します。アバンティ。この写真なんですけれども、写ってるのが私の、幼少期の頃で、私と、祖父ですね。祖父はですね、ローマの、イタリア国立料理学院の教師をやっていまして、パスタを専門に、教えていたんですけれども、イタリアにまあ、夏休みよく帰ってたんですが、必ずと言っていいほど、パスタだったりとか、そういうのを一緒に、作っていました。で、本当に、イタリアの、まあ、コアな、まあ、家庭のイタリアンも含めて、完成度の高い料理も、
まんべんなく、教えてくれた、本当に私の中で、私の人生において、大切な、人物です。こういうふうな環境で育ってるので、私自身はもう本当にどっぷり、イタリアのように使った、家族の中で、育ちました。アバンティ。で、この写真、インゲン持ってる写真なんですけれども、私の、祖父が、自分の畑を持っていまして、よくそこでトマトだったりとか、インゲンを収穫しては、そこにある、お家で調理して、インゲン茹でて、ニンニクオイルで和えたサラダを食べてたんですけれども、その味が本当に忘れられなくて、至って簡単、シンプルな料理なんですけれども、お家に、日本に戻っては、その料理を、自分で作るんですけれども、レシピも、書き取ったり、作り方もよく見て、日本に戻った時、ちゃんと作れるように、っていうふうに、頑張って見よう見真似で覚えようとするんですが、なんか美味しくないんですよね。自分が作るものっていうのが。同じ料理が作れない。で、本当に何なんだろうって。使ってる食材、特に、特別なものを、使用してないんですけども、なぜ美味しいものを作れないの、同じものが作れないのかっていう不思議な思い、を感じた記憶があります。で、この時から、なんて言うんでしょう。イタリア料理、素材を生かしたイタリア料理の、素晴らしさに、気づくんですけども、こういうふうな、サラダだったりとか、あとは、母がアブルツォ出身だったんで、ニョッキのスゴデアニエロだったりとか、ニョッキスゴデアニエロっていうのは、羊のトマト煮込みソースですね。で、そういう料理を作っては、よく食べてました。アバンティ。で、日本ではですね、母がよく、食事を作ってくれたんですけれども、日本にいますから、頑張って日本料理作ってもらってたんですが、身近な人の話を聞くと、少しずつ家庭で出されてる日本料理が、なんて言うんでしょう、どことなく、他のご家庭の料理と違うっていうことに気づきまして、今この写真に写ってる通り、味噌汁になぜか、人参、玉ねぎ、じゃがいもが入ってるっていう、普通だったらあまり入れないんじゃないかなっていう食材が、入って、ミネストローネ感覚で、作ってた部分もあるんだと思うんですけども、そういうふうな、やや、洋風テイストな和食を、よく食べてました。で、パスタだったりとか、そういうのはイタリア料理も、日々食べてたんですけれども、私が体崩した時には、必ずと言っていいほど、お粥が出てたんですが、そのお粥がですね、オリーブオイルと、パルミジャーノが入った、おかゆがよく出てまして、友達から聞いても、それは、おかしいと。おかゆにはオリーブオイルとパルミジャーノ入れないよっていうふうな、ことを聞いて、初めて自分は、ちょっとやっぱり洋風テイストの和食を食べてるってことに気づきました。で、体崩せば、カモミールは出てくるし、あと、
週に1回は、ズッパディベルドゥーラっていう、新鮮なお野菜を、まあ、株だったりとか、まあ、いろいろと、人参、玉ねぎ、セロリも含めて、新鮮なお野菜を、お湯で煮込んで、ミキサーで、ペースト状にした、本当に素朴な料理なんですけれども、それが本当に美味しくて、週に1回はそれを、食べていました。なので、非常に健康的な、体でいられました。アバンティ。で、まあ、そんな風に、両親の愛情を受けながら、育っていたんですけれども、その中でもやっぱり、ちょっと寂しい日々を、過ごしていました。というのも、小学校に入ってからなんですが、私みたいに、この写真に、映ってるように、100%外国人のような顔をしてるんですけども、本当は私みたいな人間は、同じ学年では私だけで、周りのこと考え方も違ったりとか、なかなか友達と打ち解けずに、周りの子たちと打ち解けずにいた日々を過ごしてました。で、母からも、よく聞いた話なんですけれども、麻布十番で歩いてると、小さい子に指を刺されて逃げられたことがよくあったと。で、それだけ私みたいな、人間だったり、外国人がまだ少なかった。その当時はまだ少なかった時代だったんで、本当に人間関係にちょっと困ってた日々を、過ごしてました。アバンティ。で、先ほどの写真にあったように、かなり、ふくよかな、体型で、よく食べてたんで、本当におデブちゃんだったんですけども、その体格を買われて、小学校の3年生から、私はラグビーを始めました。で、あんま小学校からラグビーっていうような部活がある学校も、少なくて、結構珍しいと思うんですけども、その時から、そういうふうな部活で、よく汗水を垂らして、いました。で、やっとですね、この時から少しずつちょっと貢献できるような、タックルをすれば、相手が吹っ飛びますし、それで、よくやったっていうふうに言われて、やっと少しずつ打ち解けてはいたんですけれども、ただ、やっぱりそれでも、食い違いがあったりとかすると、私、喧嘩っ早かったんで、本当に喧嘩したりとか、なかなかやっぱり人間関係で困ってた時期を過ごします。アバンティ。で、小学校4、5年ぐらいの時、にもう限界を迎えまして、もう本当に、どうしたらいいのか、あまりも困り果てて、両親にも相談できなかったぐらい困ってました。で、そんな時に、レストランに、父と私二人、だけの、時もあったんですけれども、その時に、私がお腹空いてたんで、父が、スパゲッティアルポモドーロ、本当に、シンプルなトマトソースで絡めたスパゲッティを熱々の状態で出してもらいまして、で、その時に、もう、心に染み渡るぐらい、
美味しくて、もう、本当に、幸せな気持ちになったのを今でも覚えてます。で、その時に、気づいたら私は、涙を流してて、溢れるような感情がもう込み上げてきてた状態でした。で、その時に、初めて、私の父が、そういうふうな、職業についてるんだ。料理っていうのは、人を幸せにすることができるんだっていうのを知りました。そうですね。まあ、本当にこれがおそらく、料理を始めるきっかけにもなったと思います。はい。アバンティ。で、そう。この、ハーブじゃないダブルだなんですけども、日本ではよく私たちをハーフっていうふうに表現するんですが、海外だとダブルって言いまして、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、私自身も、他の子たちと顔が違いますし、考え方も違いますし、私って一体何なのかっていうことにも悩まされてまして、日本人なの？それともイタリア人なの？どっちなの？っていう、なんて言うんでしょう。どっちにも属さない人間なのかって思ったこともありました。なんだったら、私は日本人で生まれてきたかったって思ったこともありまして。で、そうですね。まあ、そういうふうな悩んでるときに、さすがに、様子がおかしいのを、父が、察しまして、私の話を聞くと、いや、アキラ、それは違うと。君は、アキラは、イタリアの良さもあるし、日本人の良さもあると。もっと自信を持ちなさいっていうふうに、言ってもらいまして。で、あるイベントに参加したときに、まあ、私の自己紹介するときに、まあ、ダブルだと分かりづらい部分もあるんで、ハーフっていうふうな形で、紹介したときに、インド人の人が、激怒しまして、私に。何を言ってんだ君はと。君は半分ずつじゃなくて、イタリア人の部分もあるし、日本人の部分もあるし、両方知ってる人間じゃないかって。なんでハーブなんて言葉を使うんだって。君はダブルだろっていうふうなことを言われて、本当にこういうふうな言葉があって、私は、まあ、救われた部分もあります。より自分に対して前向きになれた、まあ、前向きになりましたね。はい。アバンティ。で、まあ、先ほどの、まあ、前の写真で、私のぽっちゃりとした、写真ありましたけども、まあ、食べるのがとにかく好きだったんで、学校が終われば、レストランに行って、まあ、営業中であっても、テーブルに、着かせてもらって、席に座らせてもらって、で、食べたい料理を言って出してもらうっていう日々を過ごしてたんですが、まかないも含めてですけれども、ある時に、私はどうしてもイカスミのスパゲッティを食べたくて、父に、イカスミのスパゲッティ作ってくれないかって頼んだんですが、ソースもないし、まあ時期的な理由で、ソースもないし、コウイカもない、けど、イカはあると。で、イカの墨を使って、スパゲッティ作るから、ちょっと待っててくれっていうふうに、言われて、で、出された、スパゲッティが、まあ、とにかく美味しかったんですね。で、その時に、
私は純粋に料理人ってかっこいいなって思いました。まあ、そもそもなんですけども、私みたいな、ガキが、レストランに入ってきて、私のために、厨房にある食材を使って、料理を、私の要望に合わせて料理を作ってくれるっていうこともそうなんですけども、その場でパパパッとこういうふうな、美味しい料理を作ってくれる父の姿っていうのはかっこよかったですね。で、料理人ってすごい、とにかく、まあ、こういうふうな形で、美味しい料理を、形作ることができるっていう、凄みを見せられた、ことがあります。アバンティ。で、まあ、まあ、これが、写真写って、4枚の写真写ってますけれども、右下がですね、日本橋三越で、私が、調理をしてる写真なんですけど、まあ、正直、記憶になかったんですけども、この時から、まあ、フライパンは、持たさせてもらってました。まあ、とにかく、まあ、その隣の写真もそうですけども、祖父と一緒に、ニョッキを作ってる写真で、まあ、気を紛らわすっていうのもあったと思いますが、純粋に、料理をしてると楽しいっていうことも、感じましたし、まあ、いろんな、まあ、食材、本当になかなかそんな、私みたいな、小さい頃では食べれないような食材もよく、家では食べさせてもらってました。あまりその高級なレストランとか、どこどこっていうふうな、で食べたっていう経験はないんですけれども、まあ、食材についての本当に勉強させてもらってました。で、味で覚えて、美味しい食材、美味しい料理っていうのはこういうものなんだっていうのは、本当に小さい頃から教えていただいてました。アバンティ。で、まあ、高校に入って、初めてアルバイトしたのが、まあ、人生で初めてアルバイトしたのが、ある問屋だったんですけれども、まあ、父との、お付き合いもあって、本当はアルバイトは採用してなかったんですが、そこで、働かさせてもらいました。で、まあ、主な仕事としては、ピッキングっていう、レストランからの注文を受けて、常温、低温、冷蔵、冷凍から、注文いただいた、商品、食材をですね、ピックアップして、取ってきて、配達するトラックに積み込む作業なんですけれども、それをさせていただいてました。で、まあ、そこで、よくいろんな食材と触れ合ってはいたんですけれども、まあ、皆様、私みたいなガキは一人もいなかったんで、まあ、大人まみれの環境で、仕事をさせていただいてて、本当に仕事っていうのは、こういうことなんだっていうのを目の当たりにした、時期です。で、まあ、まあ、ここで、失敗を多く、まあ、させてはもらいましたけども、本当に衝撃的な失敗としては、私、ワインのピッキングもやってたんですが、上から、降りてくる、カートをですね、まあ、ローラー通じて、左右で仕分けもしてたんですけれども、その時にうん十万円するワインが、十何本も入ったカートをですね、
先を見ずにそのまんま、仕分けしたところ、ローラーの途中に、人の通り道ね、みたいのができてて、それに気づかずそのまま、押したら、それごと、そのまま落ちて、全部、全焼したっていう、全焼って言いますか、全部、割れて、その時に、周りの人に土下座したのを、今でも記憶してます。本当に、土下座で、済んだのが不思議なぐらい、上の人間も私のために、多分頭を下げただろうけ、頭下げていただいたんだと思うんですけども、本当に、そういうふうな、とんでもない失敗をしまして、あと、料理人のせがれだっていうことで、社長の、昼食を作ったりとか、周りの人たちの昼食を、作っていたんですけれども、味が美味しくないと、よく目の前で捨てられていました。お金をいただいてなくても、美味しいと、まずいと捨てられる。ということは、お金をいただいて料理を作るっていう厳しさを、その時に、肌で感じまして、いかに料理を作るってことが、難しいことなのかっていうのを、実感した、時でした。あとは、食材も、いろいろと触れてた部分があったと言いましたけども、部長に誘われて、アルカンっていう、会社側に、連れてかれたことがあったんですが、その時に、よく、ヨーロッパから輸入された、生地だったりとか、ノバトとか、そういうのを見ては、美味しそうだなっていう、カタログ、アルカのカタログ見ても、そういうのがすごく出てるんですけども、全くかわいそうだっていう感覚もなく、美味しそうだなっていうことしか思えなかったんで、まあ、その時から、なんて言うんでしょう、本当に、料理人として、料理人の家系に育ったんだなっていうのは実感してました。アバンティ。で、高校の3年生になって、進路を決めなければいけなかったんですけれども、私は料理も、手伝ってたんですが、同時に、絵も独学で勉強してまして、画家の道も考えていました。で、ある時、ラコメーターの常連のお客様で、銀座に画廊をお持ちになられているオーナーの方がいらっしゃったんですけれども、その人に、その方に、絵を見せたところ、君、私の画廊に来なさいと。で、ご招待いただきまして、私の絵を気に入っていただけたんですけれども、それで招待して彼の銀座にある画廊に行ったことがありました。で、すごく印象的だったんですが、1階に、売られてる絵が、飾ってありまして、その絵が、億を超えてたんですけれども、1億とか、1億5千万とか、私はとんでもない画廊に招待されてしまったっていうのを記憶してます、今。で、その、社長室に招かれまして、その彼から言われたのは、君は本当に絵を描いていく、道を選べますかと。その時に画廊の厳しさ、画家の、芸術家の厳しさっていうのを聞いたんですけども、
まあ、画廊だと、まあ、パドロンとして、いろんな芸術家を、支えていますが、期日に合わなかったら、その芸術家との関係を打ち切ったりとか、売れない絵を描き続けると、まあ、もちろん、それで切られたりとか、画廊としての厳しさもありますし、芸術家としては、常に売れる絵を描いていかないといきなり、プレッシャーだったりとか、そういうのがあって、そんな中でも、あなたは、画家の道を目指すことはできますかっていうふうなことを言われて、そこで即答できなかったんですね。で、その彼から言われたのは、君は、料理を作るのも好きだと。決して、絵を描くのが全てではなくて、形作るのは同じ。もう一度、考えてみてはどうでしょうっていうふうに、言われました。で、その時から、私も真剣に本当に考えたんですけれども、あそこで即答できなかったってことは、私は画家ではなくて、まあ、その、スキルを活かして、料理で形作るっていうことに、専念するべきだっていう、ことを、決意し、で、私は料理の道を歩み始めます。アバンティ。で、まあ、そこで、料理の道を、進んでいくわけなんですが、まあ、大学に進学してから、昼は、まあ、学業をして、夜は、厨房に立つ日々を、過ごします。で、まあ、レストランには、まあ、高校からもう、中退して、料理人を目指している人たちも多かったんで、まあ、そういうふうな、人たちと一緒に、仕込みをしていくときに、純粋に感じたのが、私は本当に、全く、できない。劣ってる部分が一つもない。劣ってる部分って言いますか、まあ、勝る部分が何一つないってことに気づきます。それだけ、料理っていう世界は厳しくて、で、一切私は、ディナーの料理は作らさせてもらえませんでしたし、で、まあ、皿洗いをやらされて、まあ、皿を割ったりとか、まあ、まともに玉ねぎのみじん切りもできず、まあ、やれるんでしょうけども、やっぱりその環境でやるってなると、またわけが違いますから、本当に人生をかけて、料理を作る厳しさを、目の当たりにしました。で、まあ、これは大学卒業してからなんですが、レストランの、厨房には直接立たずに、2年から3年の間、ホールでサービスをしてました。で、っていうのも、料理を作る前に、私自身、ラコメーターに来てるお客様がどのようなお客様なのかっていうことを知る必要があったんで、まずサービスから入りました。実はそれは言われたわけではなくて、まあ、私がその、大学時代を通してた経験で、厨房ではなくて私はホールでまず一から出直す必要があったっていうことを悟ったんで、ホールをからやり始めるんですけども、ある日、まあ、今、ラバリック東京でオーナーをされてます、坂田さんが、来店されまして、その時には、まあ、その方だっていうのは知らなかったんですけれども、まあ、日本の、ソムリエ業界
界で言ったら非常に有名な方ですから、まあ、それを知らないっていうのを、まあ、ちょっと、一回出直した方がいいっていう感じだったんですが、その時に、言われたワインを、ヴィンテージのワインだったんですけども、抜栓しまして、で、それで、継いだんですが、いや、これ、部署にしてるよって言われまして、で、また2本目同じワインあげたんですけども、それも部署にしてたんですね。で、その彼が言ったのは、また次、同じワインを開けて、部署ねだったら、2本とも払いますっていうふうに、言われまして、で、それで、まあ、3本目開けた時に、部署ねじゃなかったんですけれども、その時に、部署ねかどうか、ワインを抜栓した時のよし、あの、えっと、見方、香り方っていうのを、教えていただいて、お客様でもあるのにもかかわらず、私にその場で指導していただいたことをよく覚えてます。で、そのことをですね、私の父に言ったところ、ものすごい激怒されまして、お前バカたれと、自分がやってること分かってんのかっていうふうに言われました。で、お金をいただいている以上は、プロだっていうことを自覚しろって。まあ、お客様からそんなこと指導されるなんて恥だと思えっていうことを、ものすごい勢いで言われたことがありました。で、その時に、まあ、改めてお客様からお金をいただくっていうことがどういうことなのかっていうのを、知るきっかけにもなったんですけれども、それがきっかけで、私はソムリエの資格を取ることになります。で、まあ、サービスをしながら、普通にデザートのお皿を、あ、で、デザートを持ってっただけだったんですけども、反対にひっくり返して、デザートをぐちゃぐちゃにしたりとか、グラッパを、持ったら、8杯ぐらい、片手にグラッパ持ってった時に、すべて落として、グラスを全部割ったりとか、お客さんに対しても失礼なことを、もう、すごくたくさんしたことを、今でも本当に覚えてて、まあ、失敗しては、なんて言うんでしょう。落ち込むような、まあ、落ち込むっていうレベルじゃないんですけども、本当に、なんて言うんでしょう。もう悔しい思いをしながら、寝床に着いたことを今でも、思い出します。次、アバンティ。で、まあ、それを通して、なんですが、まあ、まあ、レストランで働く以上は、料理のスキルだけではなくて、料理を作る前に食材っていうのを知る必要があるなっていうことを感じまして、食材の見方、目利きもそうですけども、食材を知らないと、美味しい料理は作れない。それを感じて、私は、父にお願いして、その当時、お付き合いしてた、青田製菓の生産者のところで、2ヶ月間、研修することになります。で、まあ、日本には、青田製菓の生肉だったりとか、青田製菓の生ハム、サラミ、グアンチャレ、輸入したんですけども、今考えてみたら、すごいもん輸入してたなって、青田先生の生肉なんて今では多分、絶対無理だと思うんですよね。で、まあ、そういうのを、紹介してたんで、なおさら、興味が湧きまして。で、まあ、青田先生って言っても、実際の青田先生見たことなかったんで、まあ、
豚の、まあ、カテゴリーの中に入っている、っていうふうな、大枠でしか見てなかったんで、実際に、生きてる謹賀先生を見たときは、本当に衝撃的でした。で、私は、毎朝、6時ぐらいに、豚の餌やりをやってたんですけれども、右上の写真の通り、半放牧されてるんですね、この豚は。で、生産者の、思いもあったんですけれども、この、原種の黒豚は、半放牧にした方がより美味しく生ハムを作ることができるっていう、この、まあ、彼、あの、その真ん中にいる方が生産者なんですけども、彼らの思いもあって、本当に山奥を駆けずり回らせていました。陳太先生は。で、なんで、私が餌やりに行くと、いないんですよ。その場に。で、水に浸した穀物をですね、私が地面にぶちまけるんですけれども、そうすると、山奥から、お焚き火を上げて、50、100頭ぐらいの、チンタセネズが押し寄せてくるんですが、それを見たときに、そりゃそうだよなって、こんだけ旨味があって、身が締まって、脂身も、凝縮感のある、生ハムができるっていうのは、やっぱりここまで体を動かしてる、から、それだからこそ、本当に美味しい、まあ、製品が出来上がるんだっていうのを、目の当たりにしました。で、生産者が皆さん、共通して言われるのが、マテリアプリマって言って、素材だと。で、どんなに熟成しても、どんなに手間暇かけても、素材が良くなかったら、美味しい、ものってのは、作れない。だから、マテリアプリマっていうのが非常に重要なんだっていうのを、聞いてたんで、それを本当に肌で、感じた、時期でした。アバンティ。で、これ、次の写真、こちらですが、右に写ってる方が、ガブリエル・フェロンっていう、フェロン氏で、イタリアの、イーゾラ・デラ・スカーラっていう、北イタリアですね。北イタリアのイゾラ・デラ・スカーラっていうお米の産地で、有名な場所なんですけれども、そこで、お米の、農家を、営んでる、方で、まあ、農家でもありながら、まあ、社長でありながら、料理人でもある、方なんですね。で、イタリアの、名の前と、まあそうですね、イタリアの名の前がここは有名なんですけれども、それをですね、自分の料理を通じて、より多くの人に知っていただきたいっていうことに尽力されてた方で、まあとにかく、彼が作るリゾットは一流でした。もう作る段階から、絶対これ美味しいっていう料理を、作られてたので、美味しい料理っていうのは、もう料理をする過程で、美味しいっていうものがあるんだっていうのをそこで知ったんですけれども、まあ、とにかく、その料理に対しての向き合い方、まあ、自分たちが作ってたお米をこよなく愛されてる方だったんで、そういう思いで作る料理っていうのは、やっぱり一味違う。食材を知るっていうのが、いかに重要なことなのかっていうのを、その時、本当に勉強しました。で、
彼がよく少人数のセミナーを開いたりしてたんですけども、そのサポートもさせていただいてて、で、そのセミナーが終わった後に、後ろにあるエレベーターで退出されてたんですが、そのエレベーターの中で、よっしゃーって言って、よく喜んでたんですね。で、どうしてそんな喜んでるのって聞いたら、見たろって、お客さんの幸せそうな顔って。あんなに嬉しい顔見たら、そりゃ喜ぶだろうっていうことを言われまして、私は大人数の少人数でも、料理を作ることに対しての、情熱の注ぎ方っていう、注ぎ方が尋常じゃないことをしました。で、これだけの気持ちで料理を作る必要がある。だから、彼の作る料理は美味しいんだっていうのを、知るきっかけにもなりました。アバンティ。でですね、食材を知るだけにはとどまらなくて、やっぱ食材を知ると、もちろんですけれども、他のお店が、どのような、仕事をしているのかっていうのを、知りたくなるので、時間を使って、お願いして、私は、短期的だ、なんですけども、イタリアンレストラン、イタリアに行って、レストランで、働かさせていただいてました。で、そうですね、この、右にあるのが、右の写真なんですが、トスカーナ州のピーサにある、アルティラフォっていう、リストランテで、右にいる、女性の方がシェフなんですけれども、アントネッラっていう、名前の、シェフで、その方に、いろんなトスカの料理を教えていただきました。で、この方は単に、料理を教えるだけではなくて、ちゃんとストーリーも教えてくれるんですね。で、なぜこういうふうな料理ができたのか。実は、遡ることをいついつっていうふうな、上質な肉って、煮込み料理に関しては、肉っていうのは、貴族に献上されて、残った、貴族が食べない、筋のある、硬い肉を、一日中、煮込み続けて、煮込んでる最中仕事して、夜遅くに帰ってきて、やっと出来上がったその料理を、昔の人たちは食べてたんだと。で、それが、時代と経て、高級な料理に、なってったんだっていう。で、元をたどると、ピアットポーベラって、貧しい料理だったのが、今では庶民の間では一般的な料理になってるっていうことを知りまして、イタリア料理の見方も変わりましたし、イタリア料理っていうのは素材を本当に昔から、重要視してた、素材を生かした料理なんだっていうのを、ここでは、よく、教えていただいてました。で、あと、左のオーナー、ブルーノっていう名前の彼なんですが、お店のオーナーされてまして、とにかくお酒飲むのが好き。で、葉巻も吸う、パイプも、する。で、もうまんべんなく彼には、そういうふうなことを教えてもらいました。ワインと料理どういうふうに合わせるのか。ワインっていうのは、これだから素晴らしいんだっていうのを、彼から一から教えていただいたような気がします。なんで、私はお酒が好きなんですけども、彼の影響がかなり強い
ですね。で、左なんですが、左の写真は、リニアサビア道路っていう、ベネツィアの、近くにあるリゾート地なんですけれども、そこのホテルで、働かさせてもらってました。で、ここはですね、なんて言うんでしょう。とにかく、貪欲な人間のたまり場で、本当に奪い合いも激しいですし、そんな中で、本当に、私も負けずと、仕事をさせていただいた記憶があります。で、なぜそんなに皆が貪欲かって言いますと、出稼ぎの人間が結構多いんですね、ここは。で、この写真の一番左に写ってるインド人なんですけども、彼インド人で、皿洗いをしてるんですが、彼は皿洗いだけじゃなくて、魚もさばいたり、いると料理も作ったりしてたんですけども、彼が料理できる、できないは関係なく、とにかく、率先して自分からそういうのを、手伝っていたので、彼に一回聞いたことがあって、なぜ、君は皿洗いなのに、そんな魚を100匹もさばいてるんだって、言ったところ、とにかくいろんなことを覚えなきゃいけない。生きるためには皿洗いだけじゃ生きていけない。私は、他でも使ってもらえるように、魚をさばくし、他のことをもっと覚えていきたい。生きるために自分は仕事してんだっていうことを、その時聞きまして、自分が、どれだけ生ぬるい環境で生活してたのかっていうのを改めて感じる場所でもありました。なんで、皆さんは生きるために仕事をしてた。だからこそ、これだけエネルギッシュに、みんながキッチンで動き回ってるんだ。ああ、やっぱ、料理って単に、美味しい料理が作れるだけじゃなくて、貪欲さ、仕事に対しての考え方、向き合い方っていうのはものすごく重要なんだっていうのを、ここでは、本当に、一から教えてもらいました。で、もういろんな料理も、なんて言うんでしょう。隠さず、もう、包み隠さず、すべて教えていただいたような気がします。で、ヨーロッパって、なんて言うんだろう。どん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 学んで、レストランに貢献してもらわなきゃ困る。あれ？もしもし？あ、次行きますか。はい。あ、今、ごめんなさい。声が途切れたので。すいません。アバンティでお願いします。はい。ありがとうございます。あれ？ちょっと待ってください。それでですね。聞こえますでしょうか？大丈夫ですか？聞こえます。お願いします。それで、そういうのを経験して、私は日本に戻って、その時の経験も生かし、輸入者としての目線だけではなくて、料理人としての、見方で、お客様に、その食材の使い方だったりとかっていうのを、率先して、説明させていただいたり、地方に、行きまして、百貨店を通じて、一般の消費者の、方々、お客様に、この食材っていうのはこういうふうに、この州では使うんですよとか、ご家庭だったらこういうふうに使えるんじゃないかっていう、説明をさせていただいたりとか、そういうふうな、お仕事も、させていただくようになりました。で、先ほどの、
レストランでの、経験、ワインも、リカー系も好きになったんで、ワインとの合わせ方だったりとか、私もソムリエの資格、取ったっていうこともありまして、何社か今、お付き合いさせてる、ワイナリーがあるんですけれども、そのワインを、輸入して、お店に、納品もさせていただいたりとか、いろいろと、多方面で、仕事をさせていただいてます。で、日本に戻って、本格的に、厨房に立たせてもらって、ディナーでも、料理が作れるような環境になってきたんですけれども、ある時、常連のお客様から連絡があって、で、私が対応したんですが、その日、ご予約の時は、シェフ、私の父は、いないんですが、よろしいですかっていうふうなことを言った時に、じゃあ別便しますっていうふうに、軽く、言われたんですね。で、その時に、まだまだ、自分の料理、私自身が、常連のお客様に受け入れられてないんだなっていうことを、知るんですけれども、それでも、そのお客様のために、精進しなければいけないっていうことで、日々、料理作ってたんですが、ある日、その、えっと、で、あの、電話のお客様が、いらっしゃったときに、父がですね、自分がつ、あの、まあ、あの、私が作ってる、作って、作ることを、すべて伏せた状態で、そのお客様に料理を、出しまして、最後、お客様にご挨拶、行った時に、私の父が、今回のお料理はすべて、アキラが作ったものですっていうふうな、紹介をしていただきました。で、その時には、そうなんですか、って、終わって、たんですけれども、次回予約いただいたときに、その時も私の父が不在だったんですが、帰り際に本当にお客様の申し訳ございませんでしたって、私の父がいなくて私だけだったんですけれども、食べていただいてありがとうございますっていうふうに私が言ったところ、いや、アキラさん、それは違いますと。私は、ラコメーターに来るっていうのは、料理が美味しいからラコメーターに来てるんで、それ以外の何者でもないと。またよろしくお願いしますっていうふうに言われて帰ってかれたんですね。で、その時に初めて自分の料理を、認めていただいたとは言わないですけども、お客様が、理解して食べていただいてるってことに気づきまして、そこから、より前向きに料理を作っていく、きっかけにもなりました。そのお客様、常連のお客様があって今私いますから、本当にその時の言葉、感謝します。身に染みるような思いでした、本当に。アバンティ。で、料理を通じて、素材も、勉強させてもらって、やっぱり、その中で感じるのが、自分で仕留めた、食材、自分で、仕留めた、食材って言いますか、素材をですね、自分で処理して、自分で、熟成だったりとか、そのケアして、で、料理を作って、お客様に、食べていただきたいっていう気持ちも、日に日に増していきまして、10年前からなんですけれども、
狩猟の免許を取って、北海道がベースなんですが、北海道の、釧路阿寒町がベースなんですけども、そこで、鹿だったりとか、鴨を取っては、すべて処理して、お客様に、グリルだったりとか、煮込み料理とか、そういうのを、提供させていただいてます。で、左の写真なんですけれども、これは、ロイヤルポーク、あ、ロイヤルポークじゃない、北海道の、泥豚っていう豚肉なんですが、そこからも一頭買いして、社員とともに、一から処理、骨抜きも含めて、やって、各部位、どうして、この料理に使われるのかって説明しながら、共にやることで、彼らの、勉強にもなると思いますし、そういうことも率先して、私はやるようにしてます。そうすることで、より料理を知るきっかけ、になりますし、本当に素材の良さ、素材のいいところを知るきっかけにもなるので、日々こういうふうなことをさせていただいてます。先ほど紹介したフェロン氏、米農家の、そのフェロン氏も、猟をやって、よくウサギを、仕留めてたんですけども、それは彼自身、目の前でさばいて、リゾットにしたりとかしてた影響も結構強いです。はい。アバンティ。で、こういうふうな、生産者のところに、社員も、連れて行って、で、研修させたりもしてます。で、実際にこれは今お付き合いしている、ワイナリーでの、ブラインドテイスティングなんですけれども、その、土地にある、食材、と、そこのワインを合わせるっていうのが、の重要性、どうして、そういうのを、こういうふうな、ワインが味わいになっているのかっていうのを、知る必要もあると私は思っていて、料理を作る以前の問題で、なぜ、こういうことが、こういう料理があるのかっていうのは、やっぱここから知る必要があると思ってます。なんで、これを本当に、大切にしているので、よく、私、ラコメーターの厨房で、汗を流してる、社員には、イタリアに連れてって、こういうことを研修させるようにしてます。それは私が経験したことと同じようなことを知っていただく必要もありますし、それを知って、よりイタリア料理の素晴らしさを知ってもらいたいと思って、こういうことをしています。アバンティ。あとですね、この左の写真なんですけれども、アブルッツォ州、私の母がアブルッツォ出身なんで、アブルッツォ州の郷土料理も出したりしてます。これが羊のトマト煮込みなんですけれども、そういうふうな、よくアブルツァ羊料理を出しますから、こういうような料理出したり、あとはカネロニ、ここに映ってるカネロニは、私の、思い出の料理のうちの一つで、よくイタリアに戻る際に、祖母が私のために作っていただいてた料理です。で、なぜこの料理を作るのかって聞いたときに、よくアブルッツォでは、めでたいとき、大切な、ファミリーが集まったときには、これを食べてるんだっていうふうなことを教えていただきまして、私も、来てるお客様に特別な思いを、感じていただきたいんで、こういうふうな私の思い出の料理を、出すようにしています。
まあ、あとは、こういうのを含めて、私たち自身で輸入してる食材をつ、あの、使ってる料理も多いですから、デパートの、催事だったりとかでも、この食材使ったらこういうような料理できるよっていうのは簡単なご説明して、したりとか、そういうので、中央では紹介させていただきます。料理を作るっていうのは、やっぱり素晴らしくて、より今は楽しく、いろんなことをさせてもらってますけども、寝る暇もなかなかなく、させていただいてて、ただ、やっぱり来店されるお客様の、美味しかったっていう、お声を聞くと、元気が湧いてきますし、料理って本当に素晴らしいなっていうのを日々、感じながら、過ごしてます。はい。アバンティ。で、そうなんです。モデルみたいな、モデルではないんですけども、そんな写真も、撮るのが好きで、いろいろとありました。私自身、以前、軽くヘアモデルやったことあるんですが、モデルの、モデルに毛が生えたようなもんで、はい。そんなことをしつつ、なんて言うんでしょう。はい。ハーフではなくダブルの良さっていうのも、自分の中で、ありのままに受け止めて、で、いろんな、料理だけじゃなくて、いろんな、仕事も、させていただいてますけども、やっぱり、ああいうふうな、いろんな経験だったりとか、失敗とか、そういうのをありのままに受け入れて、精進した結果、私の今があると思ってますので、本当に、なんて言うんでしょう、自立した、日々を、今考えてみたらですけども、送らさせていただいてるなっていうのは日々感じてます。はい。アバンティ。で、私の将来なんですけども、夢としては、本当にこのパンデミック中、飲食店、すべての飲食店だと思います、これは。本当に辛い思いを、しましたし、飲食店の方たちだけではなくて、その料理に通い詰めてたお客様も結構辛い思いされてたと思うんですけれども、そんな中で、その方たちにも、私たちの、料理を、出来たての料理を食べていただきたいっていうので、早い段階から冷凍食品っていうのを、冷凍惣菜っていうのを、やらさせていただいてて、前々からそういうのはやってたんですけども、パンデミックになって、もう、やらざるを得ない状況になりまして、で、そこで、やっていたんですが、ある時に、常連のお客様から、どうしても、ラコメーターの料理が食べたい。ラコメーターのデザート。で、本当好きなタイミングで、食べれるものはないかっていうふうなご相談いただきまして、それで、始めたのが、この今、映ってる、デザートなんですけども、これ、カッサ、我々はカッサータって言ってまして、本来のカッサータではないんですが、使用している具材が全て、カッサータに使われる具材で、カッサータっていうのは、イタリアのシチリアにある伝統的なデザートなんですが、で、それを冷凍させたもので、好きな時期に好きなタイミングで、食べてもらえる。で、そういうふうな料理を考えて試行錯誤してできたのがこのデザートなんですけれども、そういうので、少しずつお客様から嬉しいお声をいただいて、メディアにも出させていただいたりとか、本当に喜んでいただけたお客様も多くて、後々なんですけれども、
まあ、私、今、一児の、パパなんですが、父なんですが、母親って、やっぱり、まあ、子供を連れて行けないレストランもよくあって、なかなかそういうふうな料理を食べれない環境に、いるんで、そういうふうな方たちにも、なんか、息抜きで、レストランの料理を食べていただきたいっていうことを感じる機会も本当にこの時期も含めて多かったんで、これからよりグレードの高い、本当に出来たてのリストランテの味を食べていただけるような冷凍の惣菜を作っていきたいと考えています。で、実際にこれから新商品も出るんですけども、そういうふうにしていろんなお客様にイタリア料理の素晴らしさ、そういうのを感じていただけたら、本当に、それ以上にない嬉しさって言いますか、はい、それに尽きるなと思います。はい。以上です。はい、アルタシェフ、ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。はい、そして、このシェフの思い出の料理、食事会というのが、料理と2つここに書いてある。食事会は4月の19日18時半からです。場所は、麻布十番のラコメータ。今、半分ぐらいの方が、発表した途端にお申し込みくださいましたので、おはい。出いただける方、どうぞお早めにお願いいたします。りがとうございます。はい。それでは、これからちょっとおしゃべりタイムになりますので、1分間休憩して、皆様ワインなどを手元にお持ちください。